はい、皆さんこんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。マーベリックチャンネルです。実はですね、昨日油の入っていたね、ボトル、これのキャップを外して、で中を清掃して、ペットボトルとしてね、捨てることができますよという動画を上げさせていただいたんですけど、この中でですね、冒頭キャップを外すところですね、僕はね知らなかったもんで、キッチンバサミでね、無理やり外していたんですけれども、なんと道具を使わなくても簡単に外せる方法が、あってですね、それを知ることができました。でこれ今日はね、これぜひ皆様にもねご紹介したいなと思いましてね、改めてね追加情報ということで、お役立ち情報ということでねお伝えしていきたいと思います。ですね、今日はねたまたまそのペットボトルの空きがなかったもんで、このガラス瓶ですね、これの瓶もねほぼ同じ構造なので、これがね空になりました今日ね。なのでこれをねちょっとキャップを外していきたいと思います。まずこのキャップの部分ですね、これ硬くて、回りませんなかなかね。でこれをこれはねもうがっちり固定されているので外れないように固定してあります。はめ殺しっていうやつですね。で、実はですねこのキャップには仕掛けがありまして、こういう風にね開け閉めできる蓋がついております。でこのまずこの蓋を開けて、それでこの蓋をですねこのまま後ろ下の方にね引き下げてください。ちょっとパチンとこうね切れ目がついておりまして、こういう風にね裂ける仕組みになっております。こんな感じでね、でここまで、できましたら今度はこれを上ポンと引き上げるとこのように外すことができます。このようにね手でね破壊できる仕組みになっておりますので、ぜひともねこれを参考にしていただきたいなと思いましてね、今動画を上げさせていただきました。こんな感じでねねじ切り式みたいな、こんな壊れる構造になってるんですね。でもう一度ね、やってみます。こんな感じでキャップがねこうついております。そしたらこれをこう下へグッと下げます。グッと下げるとこういうふうにね切れますので、ここにね切り込みがついてるんですね。切り欠きがついていて、これが裂けるようになって、でこのままこう引っ張るとこう皮がむけるようになってポンと取れますのでね、これで安全に手で外すことができるということで、それでもちょっと外せないという時はですね、もう一つ方法がありますのでそれをご紹介したいと思います。このようなねスプーンをね用意してください。ね、でこのスプーンの柄をですねここの中に入れます。でポンとやるとこれで外れますのでね、試してみてください。今ねご紹介したようにこのキャップをね下へ下げると、ちょっとね今これ中身入ってるんでちょっと壊せないんですけど、このようにここのキャップ上蓋のね付け根の両サイドにこういう風に切り込みが入ってるんですね。ここにね溝がありますよね。この溝が裂けるようになってまして、これをグッと押し下げると、ここに亀裂が入ります。で入ったらこれをぐるっと引っ張って皮をむくようにするとここの固定がね緩んで、あとそれのその状態で引き上げると、このキャップが外れるとな
なね、そういう仕組みになっているみたいなんで、これを皆さんのご参考にしていただいてですね、今までねどうやって外したらいいかわからないと、僕もそうだったんですけど、お困りの方はね、ぜひとも、ご参考にしていただければ嬉しいです。はい、ということでね、今日は、はめ殺しのね、ボトルキャップの外し方ということでね、ご紹介しました。このようなね、今外したキャップね、こういう構造になってますので、こういうふうにね、これがこの今外したここのバンドの部分がね、こう締め付け固定具になってるんですね。締め付け固定具になってて、これをぐるっと抜き取ることによって固定が緩んで、で簡単に引き抜くことができると、そういう構造になってるようですね。これ知らなかったんでね、僕もね、今まで本当に四苦八苦してました。はい、ということでね、今日はボトルのキャップの外し方ということでね、お伝えしました。皆さんのねお役に少しでも立つような情報をね、これからもお届けしていこうと思いますのでね、ぜひとも引き続きご視聴の方よろしくお願いいたします。それではね、今日はこれで失礼いたします。ご視聴いただきまして本当にありがとうございました。失礼いたします。ありがとうございます。